みんながみんなこう被災者を少なくしたいっていう思い持ったら、いやほんまになんか亡くなる人はが一人もおらんくなる世の中もできるんじゃないかなって思っとって、そういう世の中になってほしいです。はい、災害大国と呼ばれるこの国で悲しみが少しでも生まれないように備えることの大切さを訴える人々がいる。頼りない親だったっていう経験があるからこそ、今度起きた時は同じことで困らない親になりたい。いざという時守れなかったら、いつ親の出番があるのって思います。春が来たら歌いたいことがある。大切な人を守るために、誰かにとって大切な自分を守るために、防災を願う彼らの思いはいつか君に届くのだろうか。いつか君の花明かりには。